お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。今回はですね、4月の死者数の発表についてでございます。えー、早いところ、仙台市で4月の死者数が早くも発表、先日されましたので、お伝えさせていただきたいと思います。国の発表を待っていたらですね、4月の死者数、6月の下旬になってしまいますので、早くお伝えできればと思いますけれども、まずその前にですね、 その前にですね、もうしつこいかもしれませんけど、これまでの、特に2022年のですね、とんでもないェア数についてお伝えしたいと思います。で、またかとね、また藤江はあのグラフを見せるのかと、また見せられるのかとね、もう飽きたという方はですね、今、この動画の画面に出ている分数までですね、そこまでスキップしていただければ、えー、本題のところから始まりますんで、飛ばしていただければと思います。一応ですね、この動画で初めて、 死者が増えていることを知る方もね、いらっしゃるかもしれないという思いで、黒いですけれども、もう毎回のようにお伝えさせてもらってます。いきます。はい、こちら、全国の死者数。今、青で、2010年の死者数、1月から12月を表示してあります。縦軸は死亡者数で、9万人から17万人。この2010年はですね、だいたい10万人前後で、毎月死者数が推移していたというのがわかるかと思います。 ちょっと駆け足で2011年、2012年と順番に出していきますね。2011年赤。はい。2012年緑。はい。2013年紫。はい。2014年水色。はい。2015年橙、々。はい。2016年紺。はい。2017年茶色。まあ、という感じでだんだんとですね、前年などと重なりながらも少しずつ死者が増えているのが 日本の現状というのがわかるかと思います。まあ、その、いわば相場を知ってほしいから、2010年から徐々に出しているわけですけれども、続いて、2018年緑、はい、2019年紫、2020年が青ですね。で、2021年行きましょう。2021年、この紺色ですけれども、ちょっとおかしくないですかね。この4月から、 5,6,7,8,9あたりの開きが、今までになかった開きが現れているのを確認できますでしょうか。まあこの時も当時も、これものすごい飛車が増えているということで、ね、まあ、騒ぐ人は騒いでいたんですけれども、僕が今メインで皆さんにお伝えしているのは2022年ですね。この赤で出しますね。いきます。おかしくないですか こんなの今はなかったじゃないですか。え ?2021 でもすごかったんですよ。はい。で、2022赤。おかしくないですかこの2月と3月ですね。この開きが。何ですかこれはで。で、4、5、6、7はまあいいとしてもですよ。また8月。で、9月、10月、11月も開きっぱなしで12月でまた跳ね上がってますね。おかしくないですか そして、2023年の1月出しますね、まずね。こちら。はい、こちらがね、ちょっとアニメーションつけておりますけど、どこかで止まります。どこかで止まります。はい。止まりました。ここですよ何ですか、この開きは。おかしくないですかで ?2 月の死者数がこんな感じで発表が先日ありましたね。はい。これも多いですからね。 前年の2月、2022年の2月と比べて減ってはいますけれども、過去の2月と比べた時のこの開き、ここも多いですからね。で、3月の死者数どうかというと、これは厚生労働省、国が発表するのが5月の下旬になるんで、まだまだ先なんですけれども、ところがですね、うん、僕はこういったことをやってるんですよ。先に地方自治体、市町村とか、あるいは都道府県が、 発表が始まりますんで、そのデータを集めてですね、で、ある程度ですね、これぐらいの死者数になるんじゃないかというね、予測を立てるというのを、これまでずっとやってきました。国の発表を待っていたらね、もう遅いんで、もう緊急時代なんでね、異常時代なんで。はい。というわけで、今は、もう3月の死者数、都道府県がですね、もうだいぶ発表していまして、39都府県、まあ私が把握しているもの、 ですけれども、えー、もうだいぶね、47のうち39が発表されています。で、例えば、青森県の3月の死者数が、2022年が1777人で、2023年が1785人ということで、えー、少しだけ増えてますね。0.45%増えたということで、まあ、各都道府県調べてあります。はい。 で、こちらがね、えー、西日本ですとかね、四国、九州の方ですけれども、で、このラインが2022年で、えー、合計が11万7千人ほどになりました。この39都府県の合計ですね。で、今年の3月が11万1千ということで、マイナス4.80%になりました。前年、2022年より2023年の3月、 どうやら死者が減るんじゃないかなというね、これ予測が立てられるわけでございます。で、この数字を元にですね、えー、グラフでお示ししたいと思うんですけれども、この2022年の3月、ここですね、ここよりもマイナス4.8%減るということになると、こんな感じですね。はい。このあたりに来ます。で、これどう見るかですけれども、まずですね、僕、ちょっと 前にに4月のの15日にも予測というのをお示ししましまたけれどもその時は、政霊指定都市をですね、いくつか集計した後でお伝えしていましたけれども、その時点では、もうちょっと下でしたね、えー。今回はこの辺ですけれどもね、13万5千人ぐらいのあたりですけど、えー、前回お示しした時はね、13万人ぐらいだったんですね。だから、 まあそれ踏まえて僕はね、お伝えすると、ちょっと予測よりはですね、以前の予測より増えて、えー、今までの予測だとね、まあ僕は、まあちょっと多いとかね、まあ例年並みという表現をしていましたけど、これだとね、かなり多いと僕は見えますね。えー、なんせね、これ伝えづらいんですけども、2022年が異常なので、そこと比べると減ってるけれども、 例年と比べると多いとかね、ちょっとお伝えするのもしづらくなってきました。もう本当にですね、2022年がもう本当におかしいんでね、もうこれからね、お伝えするのも大変なんですよ。もうわかりづらいです。この、これまでね、ある意味規則的に死者数がだんだんと増えていた流れをね、大きくぶっ壊しましたので、これから死者数が発表があった時にね、非常に伝えづらいんですね。 で、本題でございます。4月の死者数ですね。5月の2日に仙台市発表がありました。仙台市いつも早いんですね。こちらでございます。えー、さっきとね、色が変わっておりますけど、2022年を紺色で示しております。まあ、例年、過去6年と比べて1月が仙台ね、ものすごく多かったんですけど、で、2、3、4と、ここですね。こんな感じです。まあ、これだけ見るとね、まあ、そんなに増えているようにはね、 見えないかもしれませんね。ただですね、過去6年と比べたときに、一番多い4月の死者数とはなっております。まあ、ある意味これはね、一番多くなるのは高齢化してるから、当然という見方もできるんですけれども、あと数字でお示ししたいと思いますけれども、さっきのグラフの元となっている数字ですね、4月の2023年発表がありました。856人ということでした。 基本的にはですね、この死者数が多いか少ないかっていうのは過去の4月と比較するわけですけれども、まあ先ほど申し上げた通り一番多いですね。そして前年780人よりも76人増えて9.74%ということで、まあ結構増えてはいますね。そしてですね、仙台においてはですね、もう1月がとんでもなく多くて、そして2月と3月、4月においても過去最高を 更新しているという状況です。まだですね、仙台市だけしか僕は分かっていないので、4月の予測というのをですね、立てるのは早いかなと思うんですけれども、もうちょっと政令指定都市の発表が行われましたら、4月の予測値もお伝えできればと思います。そして個人的に心配なのは、5月の8日以降ですね、5月の8日以降の死亡者数に注目しております。 最後に少し活動報告をさせてください。こちら、ビラなんですけれどもね、これは僕です。僕はね、ビラ持っていますけれども、こちらは大阪の地元の有志の方が、こういったビラをね、自費で作ってですね、大阪の方にね、死者がものすごい増えてるというね、ことを伝えるための、ビラ配りの活動をしていましたので、私も参加してきました。これね、今回の動画では触れていませんでしたがね、あの、死者が増えてるのは、これコロナじゃないですからね、 コロナではとてもとても説明できない謎の原因不明の緊急の異常事態の死者激増が起きてるんですよ。で、これは全く報道されないし、これ政治の現場でこんなの真っ先に取り上げてね、すぐ原因究明して対策立てないとダメじゃないですか。何やってんだろうとか思うんですけども、まずは死者が増えているというね、現状を国民が知らない限りね、 そういう動きが起こらないと思うから、微力ではありますけれどもね、できることをやっていこうと思っているところでございます。そして明日はですね、子供の日、5月5日子供の日ですけれども、僕、千葉駅の東口に行いまして、えー、午後7時からですね、19時から、あの、路上講演会というものをやります。とにかくね、あの、道行く方に死者がものすごい増えてるということをね、伝えたい、知ってほしいという思いですよ。で、 あの、グラフ見たら、もう子供でもわかりますよね。もう中学生なら十分。小学生の高学年なんてわかるでしょうね。もう簡単な話ですよね。これまず国民で共有しましょうよ。死者がものすごく増えている。ね、コロナではありません。原因不明です。で、ずっと原因不明のままね、もう何年も来ているんですよ。2021年の4月ぐらいからね、おかしくなってますからね。 これちゃんと調べて、原因が何かっていうものを分かった状態にして、もう二度とね、こんなことが起きないようにしましょうよ。そういう社会作りましょうよ。こういったね、スクリーン、僕ね、スクリーンとプロジェクターを持って、分かりやすくこういった話を路上で訴えたいと思いますんで、もしご都合つく方ですね、こちらに来ていただきましてね、もう、重々承知されてると思うんですけれどもね、この内容については、あの、励ましにね、来ていただけたら嬉しいです。それでは今回は以上です。藤井でした。ごきげんよう。 体に気をつけて、また会いましょう。良いゴールデンウィークをお過ごしください。